新型コロナウイルス感染症の感染者、県外からの訪問者、外国人や物流、医療従事者やそのご家族に対して不当な差別、偏見、SNS での誹謗中傷があってはいけません。私たちが戦うべき相手は人ではなくウイルスです。誰もが感染者、濃厚接触者になる可能性があります。自分や自分の家族、友人がそのような立場に置かれたときにどのような気持ちになるか、相手を思いやる気持ちを持ち、よく考えて冷静に行動しましょう。